みんなの身の回りにもある電池。電池の各極の式は丸暗記だと思ってる人もいるよね。でも実際にはその場で作っていくもの。まずは金属は陽性。だから電子を捨ててプラスに帯電するのが人生の喜び。その陽性の強弱を表しているのがイオン化傾向。亜鉛は銅よりもイオン化傾向が大きい。勝ってるから陽イオンになることができる。電子を捨てて陽イオンに変わる。 残念ながら負けた銅はそれを受け取るでも陽性元素だから処理する能力は持ってないじゃあ溶液中の陽イオンか陰イ,イオンに処理してもらうマイナス同士は近づくこともできないから溶液中の陽イオンに処理してもらうことになるねよって亜鉛電極側では亜鉛が溶けて陽イオンに変わる。 導電極側では溶液中の陽イオンが電子を処理して単体が発生するこうやって電池の式はその場で作っていくものただこれは電池に限った話じゃなくて科学全体の話なんだね何が起こってるかを考えてその場で式を作っていくそんな習慣をつければ化学というのは大きく暗記から解放されていくからね